あ、ポテちゃんのインスタ知りたいっていただいてるんですが、インスタはプロフィール欄にも貼っておりますので、コベレタスのプロフィールの欄ちょっと見てみてください。はい、うん、ステッカーもあまりないんですね。コメント拾ってくださってありがとうございますって、ミヒさん。そうなんです、 T シャツ意外と大丈夫です。まあ、インナーは必須なんですけど、ちょっと上げた時とかがお腹見えそうになったりするので、インナーはぜひ着ていただきたいんですが、そんな、私も確かにそんなにめっちゃ透けるなはあんま感じなかったです、うん、はい。ポテちゃんがさっき履いてたスカートの品番を知りたいです。さっき何やスカートは何や、何も言うんだっけ、さっき。あ、これですね。あ、それか、M の3296です。はい、です。みーちゃん夏夏です。今日ももう私もノースリーできました。暑かったので、それにちょっと羽織を持ってくるみたいな感じで来ました。おしゃれなストライプの配色ね、わかります。私もこの配色めっちゃ好きです。なんか着るだけでおしゃれになる、この色私めっちゃ好きで欲しいです。はい、タンクトップかわいいですよね。結構スクエア気味なので、あのインナーとして、あの羽織の中とかで使っていただいてすごい可愛いと思います。またシンプルなスクエアタンクとはまたちょっと違った感じでグッとおしゃれになると思います。はい、そのノースリーブ気になってたやつだ。でも体のライン出るかなってマリさんいただいてるんですけど、なんかストライプなのでこう、まあ、もちろんリブ系なのでちょっとピタッとはきますが、めっちゃピタピタとかではないって思いました。意外と身幅余裕ありかなと思ったのと、あとストライプなのでシュッと見える効果は抜群だなと思いました。うん、福ちゃんもいいちゃん採用、いいちゃん先輩別なんで。福ちゃんは面接はしたけど、しました、したね、はい、そう、いつの間にかしてたけど結構前やったから、はい、そう、入ってきた時に分からなかった。面接した子やーって思った。そう、そうなんですよ。かわいい、夏、はい、めっちゃ夏、夏です、夏です。はい、デニム合わせをしてきました、うん、めっちゃいいです、うん、はい、では、いきますね、はい、はい、これはね、3色なんですよ。はい、はい、じゃあいきます。こちらが前後 2way マルチストラップニットタンクトップになります。品番が C の5523です。お色がまずククちゃんが着ているこちらベージュで す。はい、そして手に持っているこちらブラウンです。はい、スイちゃん着ておりますこちらがブルーになります。はい、こちらは3色展開になっております。お値段いきます、じゃじゃん、2420円、イエーイ。はい、でこちらも6月16日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあポイントお願いします。はい、はい、ね、こちらはですね、うん、すごい映える1枚になっておりまして、うん、ちょっと近くで見ていただくと分かりやすいんですけど、いろんなこう色とか、うん、太さのものがランダムに入っているので本当に、ね、1枚でも着替えするアイテムになっております。はい、で嬉しいのがこのタンクトップが全部 2way になっておりまして、うん、私が今スクエアネックを前に着ております。はい、でちょっとあ、ごめんなさい、後ろ見てもらうと、はい、U ネックになっていますので、はい、こう自分が入るスクエアネックの形を選んでもらって前に着ていただけたらいいなと思っております。はい、で、ね、縦ストライプなので結構華奢見えもする、細見えもするんじゃないかなと、うん、思います。はい、でここがちょっと太めの、はい、肩ひもなので、うん、インナーとかも隠してもらいやすいと思います。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。そう、インナーが見えてるのが気になるという方いらっしゃったんですけど、私多分ねめっちゃ見えるインナーを今日着てきてしまってて、うんうん、そうなんですよ。だから多分結構見えてるんですけど、ぽぽちゃん逆にあんまり見えてなくって、今着てる？もうそのまま？そのままです。あ、直で行っても多分透けないので、はい、着れそうですね。はい、なのでインナー気になる方は直でも
ブラのみで行っていただいても、意外とピタッとしてるので、はい。はい、あのそのまず透けないですし、そのガバって開かないから、その見えないと思います。はい。うん。ベージュセットアップで見たいです。じゃあパンツの時にちょっとあのセットアップでね、あのお見せしようかなと思います。はい。はい、うん。下行きますね。すいません。デニム合わせいいなってビスコさんで、デニムでヘルシーな感じが、うん、そうですね、夏感がすごい一気に出ます、ね、色もやな、はい、かわいい、似合う。やっぱり羽織るとしたら何羽織りますか？羽織は私あの今も即席でここに置いてるんですけど、ね、あの白がやっぱり合いますね。ね、映えるよね、うん、こういう白シャツのインナーでぜひ使っていただきたいです、うん、めっちゃおしゃれになる。かわいい、ね、かわいいよね。こういう感じでシャツ合わせをぜひしてください。はい、じゃあコラボグラス通してみました。あ、これこれこれですこれです、はい、ただいま予約しておりますめっちゃ言うて17日までです。はい、で、えちゃん、偉い人なんですねってあるんですけど、全然偉くないですよ全く偉くない偉くないですね。はい、洗濯は手洗いですか？どうですか？洗濯は、うん、手洗いでございます。はい、手洗いでございます。はい、はい、うんうん、あ、ぽっちゃりスタッフも希望ですっていただいてるんですけどね、うん、あのやっぱりライブメンバーお願いしますってお願いできるスタッフさんを探すのもまた結構大変でして、で、あのもしいたとしても出てくれるかどうかが分からないので、そのあたりがありまして、ちょっと今この現段階このメンバーでやらせていただいております。はい、はい、うん、ご意見ね参考させていただけますので、はい、うん、じゃあちょっと下行きます。はい、どちらかが開きが、空きが広くなかったら買ってたな。でも逆にちょっとしてみましょうかね。私もう一色ちょっと着てくる、うん、はい、お願いします。はい、ふくちゃんのデニムレガスですか？はい、これもレガスです。一瞬ちょっと見させてください。うん、M の2912です。はい、はい、U ネックみたいです。今、いーちゃんさんが U ネックで着てもらってます。タンクトップアウトしてみてほしいです。結構長いよね、これまだ、うん、そうですね、こんな感じ、アウトしたらこんな感じです。結構広がってる感じじゃなくてストンとした感じなので、アウトしても全然可愛いと思います。え、これめっちゃ可愛いわ。可愛いです、めっちゃ合います。めっちゃ可愛い、色迷うな、うん、どうしよう、欲しい、これなんかそんなに、ま、スクエアに比べると空きは全然マシなのと、そうですね、うん、結構ピタッとくるので、私あのここがあんまりない人なので空くんですよ、どうしても。大体いろんなものあの服って、でもこれマシじゃないこれ、はい、そうですね、なんか見えない、まだマシ見えない。はい、なんかこうやってやるとやっぱどうしてもちょっと見えますが、まだなんかガボガボな感じが、ね、ピタッとしてくれてる感じがします、うんうん、ないですね。反対だと U はこんな感じになります、うん、はい、うん、じゃあ、1時間近くで見たいです。はい、お願いします。ぷくちゃんの方が分かりやすいと思います。はい、こんな感じで、うん、パテリブが入っております。はい、はい、いろんな色がね入っていて可愛いです。で、うん、何ですかね、ニット素材って言っても、うん、あのウールとかのニット素材じゃなくて、うんうん、コットンのニット素材なの で、ね、はい、サマーニットなのですごいね、うん、あの暑くなくて夏でも全然着ていただける生地感になってます、うん、はい、若干ですけどちょっとザラッとしている感じも感じます、うんうん、ちょっとだけですけどね、はい、うんうん、ふわふわサラサラみたいなのもあんまりないです、うん、はい、うん、アクセントになっていいですねって。ですよね、めっちゃ可愛いですよね、映、うん、はい、うん、えます。じゃあなんかこの色着てくる、はい、それセットアップで着てくる、はい、うん、にしよう、はい、で次パンツに行こう、はい、私このブラウンめっちゃ気に入ってきた
青にしようと思っとったんやけど、このブラウンもすごいなんか今来た瞬間に、おーって買って欲しくなってきました。はい。はい、ブラウンにイーちゃんシャツのラベンダー合わないかな。そう、それをさっきは想像してました、私も。ブラウンにちょっとパープル取ってもらってもいいですか、福ちゃん。はい。ごめんなさい。ちょっと着替え中に申し訳ない。そうなんですよ、これ合いそうやなと思ったんです。ブラウンと、あ、このコーデめっちゃ好きやわ。どうでしょうか、中がこうグッとブラウンで締まる感じがあるのでめっちゃいいと思います。こんな感じです。はい、ね、ブラウン可愛いと思ってですよね。私もブラウン、あの全然私青にしようと思ってたんですけど、ブラウンがちょっと着た瞬間可愛すぎてめっちゃ欲しくなったので、ブラウンにしようかなと思います。はい、イーちゃんシャツのベージュ買ったけどラベンダーも欲しくなってる。もしシーさんありがとうございます。ぜひぜひ、うん、ブラウンとても似合います。ありがとうございます。ブラウンにします。じゃあもうブラウンにします。あ、めっちゃ似合う。すごい似合うよ。かわいい。私もセットアップで着てきてみよう。はい、はい。